まずスタートですスタートはまず6番、5番ですね、まず5番の渡辺選手が前を通りましたので、長嶋選手がここは前受けですね、地元、そして関東ですね、この2人、6番、5番が受けです、そしてその後ろなんですけども、2番、2番の山田裕平選手がいますので、9番、2番という九州の並びです。そして中段なんですけども番 えー、橋本選手がいますので、えー、町田大我選手、梶、えー、野選手そして、えー、橋本選手が迎え入れてという形になりそうですよね。えー、回生の、えー、町田大賀選手、えー 同じ開催では寺崎選手、菊池選手と早期卒業生がいますのでやはり自分も負けたくないという気持ちで挑んでいると思うんですけども存在的には十分、肩を並べていると思いますのでこの辺も松田選手の走りが注目されますよねそして最後方には3番、8番タイトルホルダーの浅井選手そしてッチ選手がベテラン勢ですね、ここは後方からのレースとなります。 まず前で受けている6番の長島選手なんですけども、えー、初日は赤番で抑えて松井光雄選手の、えー、かましの3番手を取りまして、えー、そこから、えー、まくり追い込んで1着というところで上がりタイム11秒1。えー、長島選手の動くレースというのがね、えー、際立ちましたよね。 そしてその後ろにマークしてます、えー、渡辺選手なんですけども、2着3着というところで、えー、平らでは構想してますので、やはりここは、えー、地元で伸びるコースも、えー、知ってる、熟知してるものと思われますよね。えー、残り2周半、えー、早めに浅井選手が上昇してきました。えー、そしてそれに、えー、つく形で松田選手をね、引き出そうとしてる形ですよね。え、うん、ですけども、えー、 これを切らせてしまうと、長嶋選手も後方に行ってしまいますので、ここで、えー、突っ張りますよね。ここが長嶋選手は上手かったと思いますね。まず突っ張って、一発目を突っ張って、町田選手の4番手、上手いレースですよね。そして後方になってしまった、えー、山崎健人選手は足を溜めて一気に巻くろうとしてますよね。なので、車間を開けて、えー、後方待機です。 え、会長に逃げる町田大河選手、え、打賞からですのでね、600メーターぐらいですから、まあ本来の、え、力を発揮して、え、先行してますけども、え、番手は絶好の柏の選手ですね。え、4番手から長島選手が、車間を開けて、ここから一気にまくり上げるんですけども、町田選手のかかりも良かったですよね。一列棒状だということは、やはり、え、かかっている、え、証拠ですからね。え、ここで4コーナーからね、え、中段から、え、 6番の長島選手のスピードをもらって渡辺選手が突っ込んでいいコース伸びてきましたよね。地元、さすがですよね。